茨城県道259号平方高線、北茨城市平方町茨城県道259号、平方高線は茨城県北茨城市内の一般県道である。北茨城市の太平洋岸に面する平方漁港から国道6号の平方高交差点を結ぶアクセス道路で平方町集落の中心を南北に貫く重要な生活道路でもある。 1959年10月14日、新たな県道として、茨城県北茨城市平方町平方港を起点とし、一級国道6号線交点を終点とする、区間を本路線とする県道平方港線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号259となり、現在に至る。道路法の規定に基づき、 北茨城市、平方道馬は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に連中を建てることが制限されている。なし福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積算4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。市街地を形成している、区域内の道路で、 道路管理者が自動車の交通量が極めて少ないと認めて指定したものまたは一方、通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の複員のものにあっては、当該道路の路面の複員から1メートルを減じたものとする。以下同じ。から0.5メートルを減じたものを超えないもので、なければならない。AB、道路の区域の変更、茨城県法。 第2673号、ピアニッシモ、1314、ABCDE、茨城県道路現況調書平成26年4月1日現在、県道路線認定茨城県法、号外10月14日より道路の区域決定、茨城県法、号外10月14日より、路線の指定、茨城県法、第5 1 7十号、ピアニッシモ、23、県道の路線名及び、 整理番号の変更。茨城県法、第637号。ピアニッシモ82。道路の専用を制限する区域の指定。茨城県法、第2980号。ピアニッシモ1828。ありがとうございます。